アクセルホネット2010年3月21日、アクセルホネットはドイツの哲学者である。フランクフルト大学社会哲学及びニューヨークのコロンビア大学人文科学の教授、社会科学研究所哲学科助教授となる。1989年10月から1990年7月まで、ベルリン高等研究院の特別研究員。1990年、 フランクフルト大学哲学科教授資格取得。1991年、コンスタンツ大学の C-3 教授。1992年に、ベルリン自由大学政治哲学の C-4 教授。1995年9月から1996年4月まで、ニュースクール大学、テオドールホイス客員教授。1996年に、フランクフルト大学社会哲学。 C-4 教授、社会研究所の教員構成員になる。1999年6月1日から30日までアムステルダム大学スピノザ講座の代表を務める。2001年4月から社会研究所所長。2011年からニューヨークのコロンビア大学人文学部教授。社会哲学と社会科学の論理学。 承認論の基本体系マシュ的関係における道徳性の最高性承認の多元的理論の発展、社会的存在論とシステム理論の革新的手がかりを考察することによる批判的社会理論の発展的継承等。ホネットはフランクフルト学派の第三世代に位置づけられるとされる。特に社会哲学の分野で承認の観点から考察を加え、 かつてのユルゲンハーバーマスの助手としては最も発言を行う哲学者の一人として見られており、フランクフルト学派を代表する哲学者として活動を行っている。ありがとうございます。